じです。ダイエットの時はしっかり30回噛んで食べるようにしてくださいね。もぐもぐ、うん、あ、すごいちょっと辛さがあって。はい、しょうごです。はい、皆さん台所にいるっていうことは、私がね、美肌とダイエットっていうところで必ずね、作り置きをしているのをご紹介したいと思います。まずね、今日はきのこちゃんたちです。はい、きのこね、きのこちゃんです。でちょっと茹でるので先に水加えておきます。キノコってね、9割方水分でねできているので、脂質がほとんどゼロなので、ダイエットにねもう欠かせないっていう、はい、感じになるんですけども、すぐ傷んじゃうでしょ。なのでオイル漬けに、していきます。オイル漬けにしといたら炒めてもよし、でかけてもよし、何でもこうね使いやすくなっていくので、はい、まずね食べやすいね大きさにね切っておきます。凍らしておく方もいらっしゃるんですけど、うちは旦那様がね好きじゃないんですよ、凍ったキノコ。香りがなんかにいやらしくて、ただあの、組織を分解してくれるから栄養素上がるので、本当はね凍らしておきたいですけども、うちは向いてなかったということで、オイル漬けの方にしております。エリンギちゃんは血圧を下げてくれたりとか、脂肪を分解してくれたりするので、ダイエットには欠かせないです。しめじちゃんはね、メラニンの生成を抑えてくれるので、シワとかシミとかを抑制してくれるっていうところがあります。キノコってほんとね美肌には万能なので、いろんな種類を一気に取っといた方がいいです。で安いからってね買っといて何にもしないとね、あっという間にドロドロになっちゃったりとかね、なんかね変な匂いしちゃったりするので、匂いが出ちゃうとなんか美味しくないなって悲しそうな顔して言われちゃうので、なるべくね新鮮なうちに、忙しいからといって言い訳をせず頑張っていきたいと思っています。舞茸さんも血圧をね下げてくれたりします。健康にいいですよね。なんといってもキノコって食べ応えがあるでしょ。ダイエットの時って気持ちいいとお腹空いちゃうとリバウンドしやすくなっちゃうので、でこれねさっと2分茹でちゃいますね。よいしょ。そしたらね、あのオリーブオイルいつも使ってるやつです。よいしょ。大さじ2杯、お湯が沸いてきましたので取り込んでいきます。2分セットします。で、ね、唐辛子の輪っかになってるやつでもお好みで、で、ニンニクちゃんをおろします。いいね、あのチューブでも大丈夫ですよ。吸ったりするのも昔はめんどくさかったんですけど、料理作ってる感が出て最近楽しいで、混ぜちゃいます。ちょっとねきのこ多かったから、オリーブオイルもう一杯増やしとこう。お、2分経ちましたので、水をねよく切ります。きのこのね香りが、いい香りがしますさてね、混ぜながら、あったかいところにニンニクの香りもふわっとしてきて、すごいいい香りします。これねもうほんとね作っておくと、肉とかでもね揚げたりとか、魚とかでもいけるし、きのこサラダにしたりとか、使い勝手がいいんですよ。それはちょっと辛いのが好きなので、もう少し入れちゃいます。でね、ちょうど混ぜて、でオイルが行き渡ったら、じゃん、自家製の塩麹。もうね何、もう本当にね麹めちゃくちゃ麹使うんです。さすが万能ね調味料だよね。大さじ1杯、自分家でねあの塩麹作っても使うから1週間ぐらいでできちゃうので、めちゃくちゃ重宝しますよ。塩分も取りすぎちゃうとむくんだりとか、顔がねパンパン腫れちゃったりとか、足の靴下につきやすいとか、マスクのあとつきやすい人はね、もしかしたら塩分外に出せないかもしれない。野菜食べるとカリウムちゃんと外に出してくれるので、組みやすい方は野菜と一緒に食べておくといいと思います。透明なねタッパーは何入ってるか分かるので、何入ってるか分かんないと作り置きしてても食べてくれなかったりするので、最近はこうね透明なねやつに全部変えました。見栄えがね美味しく見えるとみんなが手に取る、そういう効果もあるんだなと思いまして、台所用品ねちょっとずつですけど、ときめく道具を使うようにして
してます。最近このボールがね狙っているのがカジトーヤさん、道路っぽくなってて可愛いやつがあるんですけど、揃えると結構なお値段すると思うとまだ使えるしと思って買っていないんですが、頑張ったらご褒美でちょっとずつ変えていこうかなと思ってます。ちょっとだけ食べちゃおう。これね、1日経ってる方がめちゃくちゃ美味しいね。ちょっとトモさんに輪っかちゃんがちょっとね、はい、いただきます。はい、こんな感じです。さて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 、ダイエットの時はしっかり30回噛んで食べるようにしてくださいね。もぐもぐ。うん、あ、すごいちょっと辛さがあって、トモちゃんもちょっと食べてみて。はい、どうぞ。美味しい。美味しい、うん、味薄くない？大丈夫、うん、少し抑えて作ってるんですね。他の料理するときにいろいろまた加えたいなって思うので。ただ結構これだけ食べてても美味しいよね。キノコって本当にね、食物繊維たくさんあるし、しっかり噛み応えもあるのでお腹に溜まってくる。ダイエットしてるときお腹グーグーなっちゃうときあるじゃないですか。そういうときも腹持ちもいいし、野菜サラダにかけたりとか、私がよくプレートでねちょっとずつ出したりとかっていうところの作り置きになってきます。キノコってそんなに値段がほら上がり下がりしないじゃない。なので年中ね作れるので、もしよかったら皆さんもやってみてください。茹でて混ぜるだけなのでね。この翔子のねビビッドな日常では、手間をかけずに作り置きして、日々の生活がね忙しくても美肌になる、ダイエットにもなる、それも食べて美味しくてしっかり綺麗になるっていうことでやっております。私あの本当にもうすっごい食いしん坊なので、美味しくないものでね太るのとか、レンジでチンとか、インスタントで添加物たくさん取ってね肌が荒れちゃってっていう方がすごいストレスが溜まってきちゃうので、よくモデルさんとかにも教えてあげるとすっごい喜ばれるんですよ。手抜いてないように見せといてね、こうやって並べ方とかやって歩けるだけで出すと、本当に忙しい時に作ってくれてありがとうねとか言われちゃったりするので、手抜いてもいいですよ。手抜いても綺麗にはなります。なので皆さん一緒に綺麗になっていきましょうね。ショコビチャンネルの方では顔の外見からメイクアップであったりとか美容法ということでお伝えしてるんですけども、こちらのビビットな日常では体の中から食べるものであったりとか考え方であったりとか、内面の部分しっかり同時進行で綺麗になっていきましょうよっていうことをやってます。これを全方位美人と呼んでるんですけども、今年は全方位美人を目指していきたいと思っております。また皆様もねどんな感じでねキノコ料理とかね工夫してるのかっていうのまた教えていただけると嬉しいです。はい、しっかりねキノコを食べて腸内をすっきりさせて綺麗になっていきましょう。ではまた次の動画でお待ちしてます。